はい、あればどうぞ、ご質問。どうぞ、はい。本日はありがとうございます。はい、これこそ。産経新聞の佐々木と申します。はい、どうも。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。ガーシーさんについては今の党首と浜田議員の方からいろいろ話があったので、私の方からはですね、前回2019年から導入された特定枠についてお話を伺いたいと思います。はい、でこの特定枠なんですけれども、まずこれ公選法の趣旨にとって、のっとって、まあ、正当に運用されていると、ご覧になられているかどうかが、これがまず第1点。もう一度、ごめんなさい。特定枠が、まあ、前回2019年から、はい、まあ、導入されました。最後の部分が聞き取れなかったです。公職選挙法、まあ、にのっとって、はい、まあ、正当に運用されていると思われているかどうか、これちょっとまず、その正当というのは、正しいの正当ですよね。正しいです。はい。一個一個お答えしますので、どうぞおかけいただければと思います。はい。もともと、この参議院選挙における特定名簿という言い方、まあ、要は、非公職名簿と公職名簿、非と、まあ、公職ということで、公職名簿なんですよね、難しい言い方をすると。要は、もっと分かりやすい言い方、まあ、分かりやすい言い方をすると、政党が国民を差し置いて、この人が一番に当選しやすいようにできる、まあ、1番目2番目とかっていうことができる制度なんですよね。でこれ自体がそもそも憲法違反じゃないっていう話が当然あるわけですよ。だって憲法にはいわゆる国民の代表である国会議員は国民によって決めると書いてるので、政党が決めるっていうものはそもそも憲法違反じゃないのっていうのがあるということです。ただ一方で政党を決めてるのも選挙なので、選挙の結果によって決めているので、いわゆる 2% 以上を国政選挙で取らないと政党としては認めませんよというルールがあるので、2段階で決めているっていうような状態にはなっているから合憲ですよっていう考え方もあると思います。まあ、日本の場合は大統領を直接選ばず、大統領制じゃなくて総理大臣、まあ、イギリスと一緒で内閣を決めて、まあ、国会議員を決めて国会議員が内閣を決めていくっていう2段階になっているので、まあそういう意味では合憲かもしれないかなっていうのはあるんですよね。ただそのできるだけ国民の声を生かすっていうのは僕も当然だと思いますから、このいわゆる参議院選挙の特定枠っていうのは好ましくない制度だとは思います。でこれができた経緯というのは、前回の2019年の夏の参議院選挙、まあ、19年の参議院選挙からスタートしていて、いわゆる一票の格差っていうものが3倍以内に収めましょうと。でそうすると、まあ、一番人口が少ない島根県において、島根県でどうしても定数、あれはまあ参議院の場合は3年ごとの裏表があるんで、どうしても2っていうのを変えれないんですよね。3年ごとに6年度ということで、定数はどうしても2っていうことで、そうすると島根県の2をすると、これが1票の格差を3倍以内に抑えようとすると、例えば東京なんかだと今よりも多く12名とかね、っていう数にしなきゃいけないというようなところで、まあ仕方なく隣の県である鳥取県と島根県を合体させたと。で合体させたことによって、それぞれの、まあ、これ当然徳島と高知県もそうなんですけど、合体させたことによって2つの選挙区からそれぞれ自民党の人が当選していたから、じゃあ2人当選するのが引っ付けたことによって1人になっちゃうから、そこから文句が出たわけですよ。おお、じゃあ徳島と高知県でどっちか、どっちか落選しなきゃいけないじゃないか。もちろん鳥取と島根でもどっちか落選しなきゃいけないじゃないかと。で、まあ、合区が始まったのはその文句前なんですけど、実際鳥取と島根の代表者っていうのはどっちかが今度比例に回るっていうことをしたんですが、そもそもの支援者がやっぱ当然人口が少ないから、鳥取県とか島根県ってのは東京の世田谷区よりも人口が少ないですよね。一自治体よりも少ないような都道府県なわけですから、そうするとそこで比例で出ても当選しないということになったので、苦情が出たので、分かりましたと。じゃあ鳥
鳥県と島根県の選挙区で立候補できないもう一人の人は自民党の名簿の上位に持っていきますと、1位にしますと、だから降りてくれっていう、これもとんでもないことをやったんですよ。でそれに対して当時あの小泉さん、環境大臣だから小泉進次郎さんも、これはもう自民党暴挙だと、自民党の中でも批判が出ました。でさらにその名簿1位っていうのを作ってるってことによって、1位と2位ですよね、だから自民党は今も1位にいるんですよ。それは鳥取と島根で追い出された人と徳島県と高知県で追い出された人が1位2位なんですよね。でさらにそうすると全国比例で落ちる人が出てくるわけですよね。それはあのそっちの文句が出てくるからということで、定数48を定数50に増やしたんですよ。これだけ国会議員の数減らせ減らせって言われてる中、そういうことがそもそもあった中でのご質問っていうことになるわけですよ。でそういうことを多くの国民はご存知ないんですよ。まさにこれが都合の悪いことを報道しないっていうこと。もちろん報道はしてますよ、でも詳しく解説してないんですよ。だから当然この、 あの特定枠、参議院の特定枠については、まあ、これはもう好ましくないとしか言いようがなくて、まあ、これに悪用して乗っかってるのが令和新選組さんになるんですよね。でそこを1位にすると1位の人が当選するから、じゃあ10億円くれとか話ができるわけですよ。あなた国民に人気ないですよねって。でもあなたが10億円出してくれたら、あの令和新選組の代表の山本太郎が特定名簿の1位にしてあなたを国会議員にしてあげるよっていうことを、自民党が作った、その自民党はそういうなんでお金のために作った制度じゃなくて、まあ安倍総理からしたら、まあ当時の安倍さんからしたら、まあ求心力を失わないために党内と、あなたは国会議員にもじゃあもう分かった、もう何も選挙運動もせずに国会議員にしてあげるから身を引けっていうためにやった制度を、まあ令和さんがまあ悪用って言ったら怒られるかもしれませんけど、僕からしたら悪用ですよ。まあ前回は2人、障害者2人で、今回1人でしたよね。あれもう一つ本当にお金でやろうとしてたんですよ。だってここまで僕お金で議席って令和さんの悪口言ってて、山本太郎さん一切反論してこないじゃないですか。違う、あの反論はちょっとあの一緒の場ではしますけど、あの裁判とか起こしてこないのはもうだって図星だからですよ。言われた側のその名前忘れた、原理さんでしょから苦情の手紙が来てますよ。直ちに法的あの措置はしませんみたいな。法的措置取れようと思ってますけど、ここからしたら何でもかかってこいよってレベルで、あのわけのわからんことをやってきてるんです。まあそれぐらいこの国の政治家が法律を知らなさすぎると思うんです。だから僕すごい無謀なことしてるように思いますけど、それは法律知らない人から聞くと立花って無謀だと思うんですよ。弁護士ってたまに無茶なこと言うでしょ、国民の皆さんからしたら。お金がないのに強制執行されたとか。でも法律ってそういうもんなんですよ。皆さんの感情とは全然違うものがいっぱいあるから、僕は法律のことをめちゃくちゃ熟知してるから、皆さんから聞いたらえっと思うことをするかもしれないですけど、なんだそういう意味ではあのトラブルにはなってない。まあちょっと刑事事件で確かに被告人にはなってますけど、あの少なくともその特定枠に関してはこれはね、やっぱりもう廃止すべきもの、廃止するか、もう少し国民の皆さんに理解するようにしてもらえるような、いただけるようなことをしなきゃいけないかなと。でうちとしたら今この特定枠については、衆議院は特定枠しかないんですよ。ちなみに衆議院の方は名簿をつけなさいって命令されるんですよね、国から。これは選びようがないですよ。唯一同率1位はできるんですけどね、同率1とか同率2っていうのは、あのこれも複雑で、要は小選挙区に対して比例で、あ比例と小選挙区の重複した人同士だけは同じ順位にできるっていうルールがあるんですよ。単独で出た人は1番なのか15番なのかちゃんと順位をつけなさい、同率ダメですよとか、相当複雑なんですけど、まあいずれにしても衆議院はその順番を、いわゆる順番というのは名前書けないね、衆議院は立候補者の個人名書けないので、まあ致し方ない制度っては制度なんですけど、僕はとにかく 100% といって熟知をしているので、問題点も分かっているつもりです。だからお金で議席が買えるようにはなってるんですよ。
このいわゆる、まあ、あのいわゆる特定名簿とか非拘束じゃなくて拘束名簿ですよね。政党の党首にお金を積んだら1位にできるっていう制度になってるので、これはあのぜひ皆さん、国民の皆さんには知っておいていただきたい。だから特に誰を1位にしたその理由については各政党の党首代表は明確に出すべきだとは思ってるんですけど。